さあやっていきましょう。今回は判決カルマ5を激急攻略したいと思います。皆さん大変お待たせいたしました。手術無事終えてですね、退院してきました、マッピー会長です。これからもね、応援のほどよろしくお願いします。今回はコスト180のデッキで攻略したいと思います。リーダーはフルカスですね。で、戦友には、刹那を使います。で、ただ刹那を使うんですけども、もし私刹那持ってるよっていう人がいるのであれば、リクシラまたこのサディエルのどちらかを刹那にすればいいかなと思います。では参りましょうか。ただね、今回ね、安定攻略とは言えないかもしれません。はい、正直今回は、引きゲーな部分が多いですね。はい、なので完全にこれで攻略できるかというと 100% は保証しません。ただこういうデッキの組み方がいいんじゃないかなと思うので、それを紹介したいなと。で、まずここで HP 半分削られるんですね。そして1加わるから今 49.99999% ぐらいの HP になっております。で、ちょっと訪れしてるからね、訪れを直します。で、まずこれフルカスリーダーっていうのが結構良くて、この立ち回りとしては、まあこれ、平面打ちしよう。これ平面打ち結構いい。相手コンボスキルないから OK。 こうするとこっちが変に置けるんで、おイベットか。次のターン確かカウンターだった気がするぞ。とりあえずこの鷲津岩を返しておきましょうか。まあカルマ5なんですけどね、鷲津岩をじゃない、鷲津岩をではない。あ、そうかそうか、カウンターではないか、こいつか。いや全然 OK。いや、むしろこれコンボルート組めるのが非常にいいですね。さて、こいや、裏庭に何かご用ですか。とりあえずオーバーロードしていきましょうかね。 OKOK、 これでね、瀕死の覚悟が使えるようになったと。で、カウンターを打たれます。カウンターなかなか痛いんですけども、これ裏庭で回収安定が、お、サディエール、サディエールいいね。サディエール使おう。あ、ちょっと使うの早かったかな。まあでもこれ盤面の揺りが非常に取れている、いいね。 OK、 さあここからズズイってね、ズズイッとカットさせていただきますよ。おっと、カウンター置かれるんですね。うん、ただね、これ盤面の有利を取るという意味でこれ取ってもいいな。ただどうしようかな。すいません、お待たせしました。ちょっとね、カットしてきました。母親から呼ばれたのでカットしてきました。くっそー、どんなタイミングで呼び出してくるんじゃい。まあまあまあ、いいさ、しょうがないさ。退院直後だからな、今。退院して、ご飯食べて、そっから、部屋の掃除軽くして、そっから撮ってますからね、今ね。OK、これ盤面の揺りが非常に取れている。OK、OK。ちょっと HP が危なっかしいぞ。まあまあ大丈夫です。とりあえずここ、春間はこっちに配置。こうすることで相手は何も置くことができません。さあ、バイセ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 バイ。いや、ほんと渋いわ、この BGM。OK。やっていこうじゃないか。OK。おー、手駒強えぞ。OK、OK。手駒強いじゃん。いいより。おじいちゃん。で、これなんですけど、ここも平面打ちでいきましょう。これ平面打ちがね、なかなかいい。うん。なかなかいい。で、OK。OK、OK。そこはいいよ、全然いい。で、ここなんだけども、あー、これちょっとね、急ぎたいんだよね。急ぎたいから俺バイス行くわ。攻め急ぐ、ここは。で、こう右に取ると下にサディエルを打つことができますね。 OK。 で、あれは確かね、今置いたのはあいつベルフェゴールだった気がします、確かね。で、ここでサディエルを配置と。何人たりとも神々の血を踏ませることはせぬ。さて、これでサディエールは使えますね。1だからカットするダメージがないから 1はそのまま固定なんです。で、これ刹那いっちゃうか。刹那いくわ。来て、クオン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 
いい場所に、あーそこひっくり返されるよ、普通にそこひっくり返されるよ、回避しろ、神回避え、何この神回避、ただバイス使っちゃってるからね、いくしろ、あ、オーケーオーケー、いいじゃん、あーいやよくはねえかな、どうしよっかな、いやこれちょっと待ってよ、ガープの次に確かフルカスだった気がするから、ね、しかもサディエルの効果が続いているから、ここでイベットはなんか気持ち悪いな、イベット出すぐらいだったら、ちょっと待てよ、いやそれかだな、右側取ってもいいな、とりあえずクオンのコンボスキルだけ使うっていう形でもいいな、あ悪くないねそれ、いや待てよ、あこれ X 打ちすればいいんだ、いやダメだ、そしたら取られるのが関の山か、いや俺ここに行くわ、多分ねこれね相手 AI さん、俺 AI の動きが手に取るように分かる、ここに取ってくるんだよ、この右を取ってこなかった、しかし神回避え、どうしたクオン、お前クオンどうしたお前、なんでそんな神回避してんの、これ勝ちましたねオッケー、じゃあ行きなさい裏にやさん、これは普通に勝ったね、ほいオッケーオッケー、まあまあまあちょっとグダったけど対戦ありがとうございました、ああ今いつものくせに対戦ありがとうとか言っちゃったよ、いやいやいや対戦も何も相手 CPU じゃないか、うぐおーうぐおーオッケー、はい、というわけで今回いかがだったでしょうか、カルマ号のね激球を攻略しました、正直言ってこの盤面の状況とかから言うと、この刹那からのそのクオンの出る場所であったりとか結構運要素が高いんですけど、少しでもその運要素をね低くするために、運ゲー要素を低くするためにフルカスを、ね、リーダーにしております、まあ進化ヨシノの方がいいんですけどね、フルカスリーダーにすることによって初手で出せるので、まあ初手間違いなく手駒事故はないと、フルカス以外はね、あフルカス以外はあるけどフルカス初手で出せるから、なんかその他のパーティーとかだと、なんか例えば乱量リーダーとかだとその手駒が事故るとかね、もう早番のエンデガが来るとかねありえるんですけど、あちなみに今回エンデガ入れてないんですよ、持ってない人が多いと思うんで今回はエンデガ封じました、であとクリームヒルトとこのブリオンヒルデに至っては、まあ、ザフキエルとかメティスの方がいいかなと思います、その辺ね私持ってないので、まあ、代わりにクリームヒルトとブリオンヒルデを入れた感じにはなっているんですけども、てなわけで今回ねカルマ号のね激球を攻略しました、で今回このカルマ号の激球なんですけど、このカルマ号がねちなみに、まあ、コンティニューもできるんですけど、作ったら、まあ、かけらがもらえるんですよミッションで、しかもカルマ号ねこれねスキルレベルの確率、上がる確率が 100% なんですぐ作れる。なので、ぜひカルマ5をね、激球、挑んでみてください。こんな感じのパーティーで、特殊ダメージ主体のね、パーティーですね。というのも、まあさっき見ていただければわかる通りですね、毒と回復が逆になるんですよ。っていうのが、両者逆になるんですよ。相手も逆になるし、こっちも逆になると。だから回復耐久の場合だと、こっちは毒で死んでしまいますし、こっちが毒パーティーの耐久とか使っても、あまあ相手、与える毒が回復になるから結局無意味になるということで、しかももう2バトル目ですよ、あのデバフがきついんですね、だからあのリューパも攻略結構むずいので、やはり特殊ダメージこんな感じでね攻略するのがいいかなと思います、という感じで今回は安定攻略ではありませんけど、こういう勝ち方がいいおすすめですよっていうのを紹介させていただきました、では今回はねこの辺で終わっておきたいと思います、カルマ号皆さん頑張ってください、ではお疲れ様でした、バイバイ。